種目は男子共通の 200m 決勝です。さあレーンと選手の紹介です。第1レーン、浮谷浩二君、常盤平。第2レーン、岩下直也君、渋谷幕張。第3レーン、斉藤匠、アンドレー、大網。第4レーン、高須風斗君、尾身川。第5レーン、長谷川匠君、八幡南。第6レーン、三辻智也君、千原台南。第7レーン、矢壁アロニ君、福江。第8レーン、山崎陸斗君、松戸第一。以上8名での男子共通 200m 決勝です。200m は決勝。さあ全国標準切っている選手はすでに2名おります。さあ先頭ぐんぐん上がってきているのは長谷川君、八幡南。さあそして大野が3レーン4レーンあたり。さあ速報は22秒0。先ほど終了いたしました共通女子 200m 競走決勝の結果を申し上げます。25秒80が全国標準ですので上位4名が全国標準を突破しています。さあ1着は3レーン、アケンタグロリアさん、豊敷、時間25秒07。2着は6レーン、大石彩音さん、渋谷幕張、時間25秒41。3着5レーン、高野綾乃さん、湖北、時間25秒65。4着7レーン、長山七海さん、東方、時間25秒72。全国標準突破おめでとうございます。さあ5着は4レーン、国場あゆみさん、常盤平、時間25秒88。6着2レーン、伊藤リリさん、成田西、時間26秒09。7着1レーン、新井美桜さん、野田南部、時間26秒30。8着8レーン、館林さくらさん、西静、時間26秒37。この時の風は向かい風 0.5m でした。続いてただいま終了いたしました共通男子 200m 競走決勝の結果を申し上げます。さあこちら標準記録、全国標準22秒75ですので3着までに入った選手は全国標準突破しています。1着は5レーン、長谷川匠君、八幡南、時間22秒00。2着6レーン、三辻智也君、千原台南、時間22秒65。3着3レーン、斉藤匠、アンドレー君、大網、時間22秒72。さあ全国標準突破おめでとうございます。4着は7レーン、矢壁アロニ君、福江、時間22秒94。5着は4レーン、高須風斗君、尾身川、時間23秒10。6着1レーン、浮谷浩二君、常盤平、時間23秒14。7着8レーン、山崎陸斗君、松戸第一、時間23秒27。8着2レーン、岩下直也君、渋谷幕張、時間23秒31。この時の風は向かい風 0.4m でした。